猫の頭部が放置されているのが見つかったのは、札幌東区北38条東20丁目の住宅の敷地です。昨日午後9時ごろ、この家の住人が玄関に続く外の階段で黒い猫の頭部を見つけ、猫の頭だけがあると警察に通報しました。現場は小学校に近く、警察がパトロールを強化しています。 小さい動物をこう傷つけるのはやっぱり小さい子狙われるんじゃないかなと思ってすごいちょっと聞いた時にゾッとしましまたね警察は猫の頭部を回収して何者かが切断した可能性もあるとみて動物愛護法違反の疑いで詳しく調べています。